マイフェアレディ、マイフェアレディ、マイフェアレディは、1964年制作のアメリカ合衆国のミュージカル映画。監督は、ジョージ・キューカー。出演は、オードリー・ヘプバーンとレックス・ハリソーなど、同名ミュージカルの映画化。同年のアカデミー作品賞ほか8部門を受賞した。言語学が、専門のヒギンズ教授は、ひょんなことから、下町生まれのそやで下品な言葉遣い、 コックニー英語の、花売り娘、イライザ・オレディに仕立て上げるかどうかをめぐって、ピカリング代と賭けをすることになる。怠け者のドゥーリトルが殴り込んできたりゼントとなん。なかなか、H、音を出すことができないし、A を愛と言ってしまうため、強制のための詩、スペインの雨が、なかなか発音できない。どうにかできるようになって、踊りやかそうを歌う。試しに、 宿女たちの社交場であるアスコット競馬場に行ってみる。そんなイライザに浮遊階級のフレディは恋をしてしまい、君住む街角でぶらつき歩く。運が良けりゃと歌っていたドゥーリトールは皮肉にも金持ちになってしまう。ヒギンズ教授は、初めから義務感で付き合っていたものの、徐々に彼女のことが忘れられなくなっている自分に気づく。しかし、イライザは、 言葉と同時に自分というものを得ていく。まだまだ階級社会の文化が色濃く残るイギリス社会を舞台に繰り広げられるロマンティックコメディ。この作品は同名の舞台ミュージカルマイ・フェアレディの映画化である。ブロードウェイでの上演中から権利元の CBS に対して MGM、20世紀フォックス、ユニバーサルなどの映画会社や独立プロデューサーが 映画家権を争ったが、1962年、ワーナーブラザーズが、史上最高の550万ドルで獲得した。しかも、配給収入、映画館での売り上げから、ワーナーの取り分を引いた額が2000万ドルを超えた。場合は、その47%を CBS が受け取る、という付帯事項までついていた。ワーナーブラザーズの社長、ジャック・ワーナーは、先にスタッフを決定。 監督にジョージ・キューカー、シナリオにアラン・ジェイ・ラーナー、撮影監督にはハリー・ストラドリング、衣装に舞台版を手掛けたセシル・ビートン、音楽の編曲と式にはアンドレ・プレビンを決定した。1962年9月にはキューカー、ビートン、それと美術のジーン・アレントでロンドンに下見に行っている。舞台版のオリジナルキャストはジュリ・アンドリュースとレックス・ハリソンであったが、 ジャック・ワーナーはハリソンは年を取り過ぎており、アンドリウスは無名だと考えた。ワーナー映画として史上最高額の制作費1700万ドルという莫大な金額をかけた作品に無名の女優は使えなかった。ヒギンズ教授役はケイリー・グラントに依頼されたが、もしハリソンが演じないなら見に行かないよと断っている。ラーナーとキューカーは次に、 アラビアのロレンスを取り終わったばかりのピーター・オトゥールに交渉。映画はまだ公開されていなかったが、業界では新しいスターとして噂されていた。ジャック・アーナーも賛成していたが、オトゥールのエージェントは、新人としては法外な40万ドルプラス工業収入の具合という出演料を要求たため流れてしまった。他にもロック・ハドソン、ローレンス・オリビエなどが候補に上がっていたが、 結局出演料20万ドルで、レックス・ハリソンに落ち着いた。イライザー役には、ジャック・ワーナーはそれでも一度は、ジュリー・アンドリュースにスクリーンテストを持ちかけている。アンドリュースは、スクリーンテストですって。私が、あの役を立派にやれることを知っているはずよと拒否。ワーナーは、映画未経験の君のスクリーン移りを確かめる、必要がある言ったが、アンドリュースはテストを断っている。 ジャック・ワーナーは、莫大な制作費を回収するために、二層物語のワーナー映画始まって、以来の大ヒットで実績のあるヘップバーンを考える、こととなった。ジャック・ワーナーは、ヘップバーンとアンドリュースでは、工業収入の差額は500万ドルと見積もっている。ヘップバーンは、ティファニーで朝食を撮影中の1960年のインタビューで、次に演じてみたい役はと聞かれて、 マイフェアレディのイライザをと答えていた。しかし1962年にイライザー役を持ちかけられたヘプバーンはアンドリュースがイライザー役を自分のものにしているとして一旦断った。それどころかディナーパーティーを企画してスタジオの上層部にこの役にアンドリュースを起用するよう得しようとした。しかし何をもってしてもジャック・ワーナーの気持ちは変えられず次は エリザベステーラーに役を回すと分かり、1962年10月最終的に、イライザ役を引き受けた。この時に、ヘプバーンの出演料は、クレオパトラのエリザベステーラーと並ぶ当時、史上最高額の100万ドルになった。なお、マイフェアレディに専念するため、ヘプバーンは当時出演が決まっていた作品を、断っている。フレッド・ジンネマン監督に決まっていた、ハワイ。 卑怯者の勲章である。これらはどちらも、ジュリアンドリュースに役が回っている。セシル・ビートンは1963年2月から、衣装や帽子の制作を開始。93人のお張り子を使い、映画で必要な1086着の衣装を作り上げた。衣装の制作費だけで50万ドルかかっている。アスコット競馬場や舞踏会のシーンのエキストラは、衣装が映える、よう。 キューカーやビートンの移行に沿うまで何度も何度も再選考が行われている。ヘップバーンはマイフェアレディ出演に備えて撮影3ヶ月前の1963年5月16日にハリウッドに到着、18日にキューカーやラーナーやビートンを借りていた家にお茶に招いて私の声を歌全部に使うのですかと聞いている。その際キューカーに ほとんどの曲で披露してもらうが、一部は吹き替えになるだろうと告げられたヘプバーンは、ええ、それはわかります。でもレッスンを受けて、一生懸命、どんな練習でもするつもりですと答えている。しかしその段階ですでにマーニ,ニクソンに吹き替えられることが内密に決まっていた。その日、ビートンが衣装部にヘプバーンを連れて行くと、エキストラ用の衣装を見たヘプバーンは、イライザだけでは足りないわ。 素敵な服が他にもあるもの。私全部着てみたい。と言って次々と着用した。楽しいムードの中で衣装合わせは行われ、ヘプバーンはコックニーなまりを喋り、衣装部のスタッフと冗談を言い合っていたという。ビートンはそれを写真に撮っていった。後にその写真を見たヘプバーンは、ビートンに大きなバラの花束を送り、私は今まで綺麗になりたいと望んできました。 あなたが撮ってくださった写真を見たとき、ほんの少しの間、私は美しいと思えました。ありがとう、あなたのおかげですとメッセージを添えている。ビートンはこれらの写真をアメリカやイギリスの雑誌に売っており、ビートン個人に莫大な利益をもたらしていた。これが、キューカー監督の不況を買い、キューカーとビートンの対立が起こっている。キューカーはテスト中に、 ヘプバーンの写真を撮ることを禁止した。ヘプバーンは早速レッスンを開始、発声のコーチに就いたほか、踊りのレッスン、コックニー鉛の訓練、プレビンの下での音楽の勉強、衣装合わせ、髪型やメイクアップのテストなどで1日12時間も費やしていた。発声練習だけで1日5から6時間もかかったこともあったという。レックス・ハリソンは、 キューカーとビートンの喧嘩にムカムカしていたが、実は自身が周りに絶えずトラブルをまき散らしていた。ハリソンはマイフェアレディの成功は自分のおかげであると思っており、ジョージキューカーが女性映画の監督であるためヘプバーンに目をかけるのではないかと不信感を追っていた。ハリソンははじめヘプバーンに対しても敵意を持っていた。しかしヘプバーンが ハリソンの死別した前菜経験ールとバレエ学校時代に知り合いだったことを話し撮影所内で移動の際に乗るための自転車をハリソンに送ったりしたことやヘプバーンが歌の問題などがあるためハリソンが映画を支配できることがわかると和やかになっていった6月にはリハーサルが開始されたがハリソンは5年もこの役を舞台でやっているのにセリフをしょっちゅう忘れ ヘプバーンはセリフを完璧に覚えていた。7月には撮影前の録音も始まった。映画はワーナーのスタジオの半分以上を使って話の流れに沿って順通りで行われている。主演俳優が演じる本格的な撮影は1963年8月13日に開始されているが、エキストラだけのオープニングの雨のシーンは8月9日に始められている。 レックス・ハリソンは一つの曲を二度同じように歌えないし、口の動きをシンクロナイズさせるテクニックは大嫌いだとして、自分のすべてのナンバーをライブで演じ、撮影することを主張。そのためハリソンのネクタイにはマイクが、足には送信機が取り付けられることになった。当時は技術的に大変難しく、多くの人々が怒り、二つの労働組合が特別手当を要求したほどだった。 またハリソンが思い通りになるまでは何度も撮り直しが行われていた。ヘップバーンは撮影に入った後も毎日発声練習をこなしていた。ヘップバーンが歌う場面はマーニー・ニクソンによってある程度武器変えられると聞いていたが、どの程度使われるのかはヘップバーンにもマーニー・ニクソンにも知らされていなかった。そのためヘップバーンはニクソンと一緒に録音スタジオに入り、 歌い方のアドバイスも求めていた。制作30周年の修復の際に発見されたヘプバーンの音声には、もう一度お願いします。お時間を取らせてごめんなさいと必死で努力するヘプバーンの音声が入っていた。映画の前半の、ああ、なんて幸せ。素敵じゃないは、ヘプバーン自身の録音した声に合わせて演技をして、ニクソンがそれに合わせて吹き込んでいる。 撮影のかなり後半のインタビューでも、歌は私も全部録音しましたが、別にマーニ、周りニクソンも吹き込んであるのです。どちらを使うかは、会社が決めるでしょうと答えている。しかし結局大部分の歌を吹き替えると知らされた、ヘプバーンは深く傷つき、おう、と一言だけ言って、セットから立ち去った。翌日になって戻ってきたヘプバーンはわがままな行動を、全員に謝罪している。 最後のヘプバーンの歌唱シーンのあなたなしてもではニクソンが吹き込んだ声に合わせてヘプバーンが技している。リハーサルの段階から始まった監督のジョージ・キューカーと衣装のセシル・ビートンの対立は撮影中にも続いていた。二人とも自説を曲げず好きなだけ感触を起こしていた。二人の口論はスタッフからも苦情が出たほどだという。キューカーはセットでのビートンの出しゃばりな態度が ヘプバーンの集中力を削いでいると感じており、ビートンに対して禁止事項を増やしていった。撮影場のゴタゴタが続き、ヘプバーンはセットの他の動きに惑わされたくないと言い出した。そのため、キューカーは9月後半には黒いカーテンを張り巡らし、必要最小限以外のスタッフ以外から撮影現場を遮った。ただし、キューカーは大物女優を撮影するときは、 いつもセットを非公開にしており、ヘプバーンだけを特別扱いしたのではないとアドレ・プレビンは語っている。アスコット競馬場のシーンでは300人のエキストラのためにダンサーが選ばれた。登場する150人の女性のメイクアップと着付けのためにワーナーのステージが丸々一つ使用されている。アスコット競馬場の撮影の合間にビートンは ヘプバーンにポーズを撮ってくれと頼み、ヘプバーンも承知していたが、助監督がやってきて、監督が、オードリーの仕事の日は写真を撮らなでくれと言っていますと、伝えてきた。彼女は毎日仕事があるじゃないか。とビートンは怒り、休暇も怒りで、その後2時間は仕事にならなかったという。ヘプバーンは過労でとうとう倒れてしまい。 医者の治療を受けて11月18日から3日間撮影を休んでいる。戻ってきた22日にはイライザがフレディとコベントガーデンに戻る部分のつまみをしていたが、その時ラジオを聴いていた大道具の係が入ってきて、ジョン・カイ・ケネディ大統領が暗殺されたと伝えた。監督のジョージ・キューカーが取り乱していたので、ヘプバーンが代わりに小さな段に上がり、マイクでみんなにケネディ大統領の死を伝えた。 その日は撮影が続行できなくなっている。撮影は1963年のクリスマスの数日前に終了した。第1部休憩。第2部。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。